こんにちは、まい先生です。今日は和音が連続するとき、指を運ぶ順番によってその運び方が劇的に安定する、スムーズに無理なく運べますよというお話をしようと思います。これどういうことかというと、例えば3和音が別の場所に移動するとき、大抵皆さん一旦全部の指を上げてしまって、そして探しに行く、場所を探しに行く、こんな様子をよく見かけます。ですがそうすると一旦手の現在位置が迷子になってしまって、一から一つ一つの場所を探しに行かなきゃいけないことになります。ですがその指、実際運ぶ指を決定して先に一つ鍵盤を触っていくことで、断然スムーズに安定して指を運べるようになるんですよね。例えば主要3和音のカデンツ、ドミソ531、ドファラオ521、シレソ531、シファソ521、ドミソ531、こんな風に運ぶ指の場合、ドミソを弾いていて次ドファラ、ここに運ぶ場合に手を一回離してしまうのではなくて、弾いているうちにちょっとこの次に使う指が準備ができるようであれば、さっと触っておきます。この次の521の中の2番を触ってから動きます。次ここからシレソ、文字上も随分変わりますが、これも動きながら先に3番を触れていきます。それから弾きます。これ手のポジションが変わりますから、全体的に全部の指が移動しないと弾けませんよね。ですがその途中で3番を先に触って弾きます。次も移動しながら先に2番を触ってから、最後も真ん中の指3番を先に触れながら、他のパターンもあります。例えばもう一つのパターン、1、3、5でファラド、その次1、2、4でドのシャープ、ソ、シのフラット、こんなところに行かなきゃいけないとき、ずいぶん場所が変わるから、やっぱり全部を離してこの遠いところに移動しなきゃなんて思いますよね。ただこの時、移動しながら先にこのドソシソが2番になりますから、先に2番の鍵盤を指先で触れながら、この場合は2番が先に触る指になります。それだけで手の開き方にも無理がなくなりますし、スムーズに運びやすくなります。例えばこれ1番先に触ってしまった場合、なぜか手の甲、それから前腕に力が入ります。ここからもう一度、一旦こちらに行ってから2番と4番持っていかなきゃいけないと、かなり力が入ってしまいます。これ一旦皆さんもこのファラドを1、3、5で弾く、ドのシャープ、ソ、シのフラットを1、2、4で弾く、試してみてください。2番を移動の途中に触りながら弾く、絶対にこちらの方がスムーズにいくんです。ドミソ1、2、4、ドソシを1、3、5、シのフラット、こんな時も3番を触ってから3番を触りつつ次に行く、全部離して5番から取ったりすると急に弾きにくくなりますよ。こんな風に次の場所、どの指から触って移動するかによって手の負担も減りますし、
とても安定したまま無理なくスムーズに運ぶことができるんです。どの指から運んだらいいかなどは、実際例えば3和音、次の場所が3和音であったら一つ一つ試してみる手もありますよね。多くが真ん中の音、長い指を先に触っていく、こういう場合がスムーズにいくなんていうことが多いかもしれません。そうじゃない場合もありますので、ぜひ和音の移動の時、この指から行ったらうまくいくかな、この指を触ってから行ったらうまくいくかなということを確かめてみてください。今日は和音が連続する時、準備をする指の順番で無理なくスムーズに弾けますよというお話でした。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。